2007国際ロボット展で、ココロは人体型ロボットアクトロイドで培った人間に酷似した表情を再現できる技術を応用した実例として、歯科実習用ロボットシムロイドを展示しました。ありがとうございました。診療に対してシミュレーターの患者ロボットが音声や動作で反応し、診療終了後は専用パソコンに診療技術や対応の結果が記録・再生されます。はい、あ、痛いです。はい、はい、ロボットのこれまでもお電話確認をしましたが、LPO 法人ラボメソッド主催が行われました一昨年のラボおもちゃ学や昨年の主催、ありがとうございました。マネキンの顔の皮膚は柔らかさにあふれ、目を閉じたり開けたり、瞳が輝いたり曇ったり、まつげが揺れたり、手を上げたりと生身の人間のようなリアクションをするので、大学の歯学部において治療中における患者の反応や表情に応じた適切な対応を取る訓練ができます。特徴は、研修、歯科研修をするにあたりまして、患者さんが負う負担ですね、例えば痛いとか苦しいとか、そういうようなことをこのロボットは記録をしておいて、研修が終わった後に研修者にフィードバックをするということを、ができます。チェアユニット部分と専用パソコンのソフトはモディタ製作所が、歯ユニットと歯センサー部分は日清と東京センサが担当し、ココロは歯以外の人体部分の製作と制御を担当しました。Digging for News.